はい、お疲れ様です。先ほど行われました高松大会のですね、海の翔太対辻陽太戦、この試合の感想をですねちょっと喋っていこうと思います。まず率直にこの試合の感想、いや普通に面白かったわ、って感じです。正直僕この試合始まる前からこれは多分辻選手が勝つだろうなっていう風に予想してたんですよ。まあ当初 G1 が開幕した当初は引き分け祭りで、どうせここの高松の海の対辻もどうせ引き分けでやってくんだろうみたいなことを偉そうに言ってましたけども、ただだんだんと公式戦が進むにつれて得点状況とかを考えた時に、ああこれ多分引き分けじゃねえな、これ多分辻選手の勝ちだろうなっていう風な、そういう星取り調整になってってたんですよね。だってここで今回辻選手がまた引き分けとかだと、辻選手の星、点数的に引き分けは多分なさそうだな、辻選手が勝ちそうだなっていう風な見方にちょっと変わってったんですよね。多分こういう風に最初は引き分けだろうという風な見方だったけども、いや今回辻が勝ちそうだなっていう風な見方に変わった人って多分僕だけじゃないかなっていう風に思ったりしてますね。はい。まあ辻選手が勝つだろうなって予想はしてたんですけども、決してこれは僕は前々から予想してましたけども、ドヤみたいな、そういうこう中二病的な、ドヤ顔をする意味ではないんですよね。はい。まあそれはご理解いただければなって思います。まあまあそれは置いといて、でまあ辻選手が勝つだろうなっていう風な見方ではいたんですけども、ただやっぱりこう、そういう風に予想してたとはいえ、この試合は普通に面白かったっすね。ワンチャン、まあ、残り時間何分とかってアナウンス来た時には、もしかしたら引き分け来るかなって思っちゃったりもしましたけども、最後のね、フィニッシュまでの流れとか、そういうところも含めてね、いや、素晴らしかったっすね。特に今回のね、フィニッシュシーンは僕の中でプロレス史に残るちょっとハイライトシーンになるんじゃないかなっていうぐらい、そんぐらいの説得力のある勝ち方だったかなって思いますね。ポップアップ式のスピアですか？あれはもう完璧でしたね。その辻選手のその豪快なその説得力プラス、あとね、やっぱり海野選手の受けっぷり、あれはもう素晴らしいっすね。お互いほんと素晴らしかったっすね。これは多分辻選手の今後の煽り V とか、入場 PV とかで、絶対このシーンは使われるっていうぐらいのシーンになるかなっていうふうに思いますね。例えるなら、岡田和親対棚橋宏の、岡田選手が棚橋さんから初めて IWGP を取った時の、レインメーカーを決めてるシーンって、結構いろんな場面で PV とかに使われたりするんですけれども、まあそれと同じような感じで、このシーンっていうのはこれから先どんどん使われていくんじゃないかなっていう、そんな気がしますね。棚橋岡田戦の時も、岡田選手のレインメーカーの説得力っていうのを引き出して、棚橋さんのその受けっぷりっていうのも、あれもすごかったし、だから今回のね、辻海野戦のこのフィニッシュシーンは本当にもうハイライトシーンですね。未だにちょっと余韻がね、残ってますね。はい。で、まあ、この試合の途中に、ちょっと僕が感じた部分があって、まあ、ほんの若干ですけれども、なんか昔の棚橋対中村を思わせるような、感じが、ほんの少しですよ。ほんの若干ありましたね。あくまでその、令和三銃士と新闘魂三銃士っていう、その三銃士っていうそのくくりの中で見た時の、昔の棚橋中村のようなイメージっていう感じですね。そう思ったタイミングっていうのが、海野選手が、辻選手に、ロープ越しの DDT、を決めたタイミングですね。あの時、ちょっと、すっぽ抜けたのか、あの技をかけた後に、会場がちょっと一瞬シーンってなってたんですよ。で、その時に海野選手が、シャーっていう、おたけびを上げたんですよね。なんか、あの、おたけびを上げたシーンを見て、昔の棚橋さん、
もうなんかこういうシーンあったなと思って、だからそう見た時に、うん、今日の海野選手が昔の棚橋さんに見えたんですよね。ちょうど2004年、2005年、2006年あたりの棚橋さんですね。昔の棚橋さんも今の海野選手みたいにちょっとドタバタしてるっていう風な感じがあったんですよね。だから今日のこの雄たけび、あのね、ロープ越しの DDT で雄たけびを上げたタイミングも、あれの意図としては、これ僕の勝手な主観なんですけども、いまいち、あ、決まり具合が微妙だったなと思って、雄たけびを上げることによって、僕が技をかけて、これから僕のターンに行きますよっていう風なメッセージを込めるための、おたけびだったと思うんですけども、その進度がもね、昔棚橋さんがね、同じような感じでやっててね、ああ昔の棚橋さんを見てる感じかなっていう風な視点になったですね。あ、これ僕の勝手な主観なんですけど、あ、棚橋さんはもう今でこそね、もう安定してる、あの試合運びとかですけど、やっぱ昔はね、その技がこううまくいかなかったりとか、ちょっとがむしゃらすぎたり強引すぎたりとかね、なんかそういう部分あったりした記憶があったんで、まあそういうの含めてね、昔の棚橋さんっぽいなっていう風な印象はあったっすね。なんかこう技とかこう複雑な技とかなっちゃうと、あのどっちがかけたのかわからないっていう風な見方になっちゃうんですけど、やっぱりこう雄たけびとかそういうの上げて、ちゃんとね、あの僕が技をかけたんですよっていう、そういうアピールってことですよね。昔棚橋さんはやってた気がするな。で、辻選手は、あ、ちょっと中村選手っぽい、そのまあロングタイツみたいなところで、まあ棚橋中村的な感じの目線が若干ですけどもね、なんかちょっと思いましたけどもね。昔の棚橋中村のまだ二人がその完成される前の段階の棚橋中村っていう風な感じですかね。まああくまでこのね、新闘魂三銃士と令和闘魂三銃士って対比で見た場合でちょっと感じたっていう部分なんで、うん、まああんまり深く気にしなくてもいい内容なんですけども、まあ僕がね、勝手にちょっとね、そういう部分も感じてあるんで、ちょっと気持ち的に熱くなりましたね、この試合は。はい、まあなのでこの海の辻戦っていうのは、初対決でこんぐらいのなんか熱というか内容をいただけたので、これから先ね、結構楽しみになってくるかなというふうに思いますね。もちろんこうね、この先何回もやっていけば、たまにね、凡戦になっちゃう試合とかもあると思うんですけども、まあ最終的に僕のまあ理想的というか、そう、まあ僕的にはね、あの最後の棚橋中村戦の2015年の G1 の決勝のような、なんかああいう素晴らしい形に最終的にね、何年後かに、何十年後かにね、そういう風な感じになってくれれば、また胸熱くなるものがあるかなっていう風な感じしますね。まあこのカードっていうのは、名勝負数え歌になってくれれば嬉しいですね。はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、これは別に悪い意味とかそういうわけではないんですけども、ここ最近の海野選手の試合を見てて、海野選手って鼻血を出す率がすごい高いなっていう気がしてて、これは多分体質的に鼻から出血しやすい、体質なんだなっていうのを感じて、ちょっとこれから先、なんかその鼻血が出やすいっていう風なハンデっていうのを背負うっていうのは、ちょっと大変になってくるのかなっていうのを僕がちょっと勝手に感じたなって思ったってこと。